そうですね。そういう相手の見極め、タイプの見極めのところで、栄養士のコーチング編で、小倉さんもお話しされますけども、栄養に関係ない話から入っていった、フリートークに見せかけたところで、そういった選手のタイプっていうのも探していくっていうこそうとでですね。すか。うん。と、あと、まあ、大体わかるんですけど、言動だとか 行動とか、まあ、そういうのでわかるんですけれど、私だけが分かってても、そのチームだとうまくいかないので、その栄養の話の時に、まあ、ちょっとアイスブレイクとして、そのタイプ別の、まあ、ちょっと回答していくと、大体タイプが分かれるっていうのが分かるやつがあるんです。それを毎年こうみんなでやってた時期があって、やっぱり立場が変わると、性格が変わるわけじゃなくて、立場が変わると責任感ある立場になると、リーダーの素、まあ、素質というか、そういう部分が伸びてくる。で、私はみんなの、まあ、補助的役割が多くなってくると、こうサポーター的な様子がこう多くなってくるみたいなのがあって、で、特にリーグ戦でみんなで頑張って戦っていかなきゃいけない時の前に、みんなでこう決起集会代わりにやってたことがあって、で、みんなが去年と一緒とか、私めちゃめちゃここ伸びてるとか、私サポーターに回ってるんだみたいなこと言いながら、ってことはその要素が強いから、リーグ戦うのに、まあ、そういう部分、栄養とは直接関係ないんですけれども、それでも買い出し行かなきゃいけないだとか、お店探さなきゃいけないだとか、何かを準備しなきゃいけないって言った時に、まあ、役割分担として成り立つかなっていうのでやってた時期はあります。で、私はまあ大体、ああそうだなっていう感じなんですけれど、お互いがお互いを認識するっていう意味では、まあ、今の状況だとこういう、まあ、分析の人がいないから、誰かちゃんと分析してよねとか、ちゃんと全体を見極めてよねっていう役割を当てたりだとかっていうことはありました。じゃないと、昼食の準備が整わないだとか、そんなことも出てきてしまうので、お願いするっていう意味でもやったりしてました。面白いですね。なんか同じタイプばっかり集まってると、かえってうまくいかなかったりね。するので、いろんな人がいる方が組織としてはやっぱりいいのかなっていうふうには思い補まえす。るわけなんですよね。そうそう。で、それをお互いに分かってることが大事なのかなって、じゃないと意見が合わないって喧嘩になっちゃうんで、そうじゃなくってお互い違うタイプがいるっていうことの方がよりうまくいくし、逆に認めなきゃいけないっていうところかなというふうにはいつも思ってます。同等の積み木ですね。は、癖組み。はい。中田さん大丈夫ですか？中田さん大丈夫？はい、ありがとうございます。フォワードあるんですよ。今、授業を受けてるときに、その研究科の研究科長が言うんですけども、完璧なリーダーであろうとするなって言われるんですね。弱さを見せなさい。その研究科長も、私、これができいろいろ段取りとかそういうのは苦手だからみたいな。すぐ物を忘れるし、みたいな。でも、それをちゃんと見せてれば、ちゃんと周りの人が補ってくれるから できないことはできないでいいから、そういうの、ちゃんと見せときゃいいんだっていうことはね、ちょうど言われたりしてて。だから、まあ、それぞれの特徴みたいなものが明確にみんなに知られていないと、というか、みんなが共有できていないと、今、小倉さんが言われた話で、補いようもないっていう、ところもあるんだなというふうに思いましたね。助けようもないですよね。そ助けたくてもね。うですね。なんか例えばダブルスなんかでも、今、補いようっていうことをおっしゃいましたけども、ダブルスでやってて、で、例えばどっか具合がちょっとおかしい時に、で、ちょっと振られたら取れなかった。あれをたまに取れるって頑張りますとかというよりは、あなたは無理って言ってもらった方が、あ、じゃあできないんだったら、じゃあこういうふうにカバー入れるな、入ればいいかなっていうふうな、カバーの仕様が出てくるんですけど、これを、できないことを隠して、なんとか頑張りますっていうのが、1、2回ならいいんですけども、続くと、取るって言ったのに取んねえじゃんっていう展開になってっちゃうんですけど、
できないことをはっきり分かってもらえばカバーの仕様出てきますもんね。そうですね、うんうん、そういう意味でいい意味でお互いを知るというか認めるということ大事ですよね、うん、これが良かったことが分かんないですけども、僕が前チームのコーチだった時に人数が多いチームだったんですよ。でダブルス組ませるというと、まあ女子だばっかりやんで大変なんで、レギュラーにかかってこない子たちに関してはある程度希望を取ってたんです。だその希望を聞くんじゃなく、希望の誰々がいいっていうんじゃなくって、自分の長所短所で自分の短所を埋めてくれる人としてあの人がいいだったりとか、自分の長所を引き立ててくれる人としてあの子のこの能力がいいだったりとかっていうことを書かせて、それが成立すればっていうやってきたんですけども、うん、まあ、もっとバドミントンのダブルスなんか2人だから簡単ですけども、まあ、チームだと、まあ、それのもっと膨大なバージョンってことですよね。うん、そのためにはやっぱり自分が苦手なものできないことっていうのをちゃんとできないっていうふうに言えないとダメですよね。うん、そこは、まあ、強がりが必要な時もありますけど、まあ、そこの見切りも必要ですね、踏ん切りも。無理なものは無理。